伸びた草を丁寧に刈っていく男性、森田悦夫さん74歳です。森田さんは8年前最愛の息子をこの場所で亡くしました。この寒いところで、あの時も同じで倒れとったんやけども、ほんまに お父さんら精一杯のことをできなかった、まあ申し訳ないっていうような気持ちでね、カメラに向かってにっこりと笑う男の子、森田さんの次男トシ君です。2015年2月5日当時小学5年生だったトシ君は自宅近くの空き地で遊んでいた最中、刃物で頭や肩など10箇所以上を刺されるなどして殺害されました。体はかなりもうズタズタに疲れてるから、で体は見てもらうことできないんですってそんな言われたので、手にずっと握り続けとったんですけど、徐々に手が冷たくなってきつつあったので、ああ私の手から離れていくなっていうようなことは私も感じとったんですけどね。だからまあ年分がな、今までよう頑張ってくれてありがとうっていうことをね、私の耳元で言ったんですけどね。自宅には当時トシ君が着ていたダウンジャケットがそのまま残されています。これらもトイレ地やったもん。ほらまだこっちついてる子ね、赤いの子、今やったらちょっとまだまあ泣こなしてても、初めの時だな、涙バタバタ落ちてる。逮捕されたのは近所に住んでいた中村欧州受刑者。中村受刑者は殺人などの罪に問われ、裁判で懲役16年の判決が言い渡されました。判決から3年経ちましたが、裁判中から含めて受刑者から森田さんたちへの謝罪の言葉はこれまで一切ありません。一人やなして謝めても16年で済むんやな。やっぱり私らも悔しいわな、そこへおいでやっぱり親らが謝罪がないっていうことよ。反省の色はないってことだよね。裁判での態度や判決に納得がいかず、悔しい思いを抱いていた森田さん。中村受刑者を民事裁判でも訴え、4444万円の損害賠償の支払い命令を勝ち取りました。しかし、判決から4年が経った現在まで、1円も支払われていません。その一方で森田さんには経済的な負担がのしかかっています。刑事裁判の小次第、院次第やな、それ院次第とほいてあと、なんか損害賠償命令の着手金、何回払いなんでしょうね、それって。85回って書いてますね。これまでの民事裁判での裁判費用などおよそ40万円を分割で支払い続けているのです。森田さんはその支払いのためにも74歳となった今もバス運転手の仕事を続けています。年金って言うても割にそれほどたくさん多額にもらってるんじゃないし、お金がかかるということになると、どんなふうに対応したらいいかっていうことで。日本弁護士連合会が2018年に行った調査では、加害者に賠償を求めたケースで裁判などで認められた賠償額のうち、実際に被害者に支払われた金額は殺人事件で 13.3% で、ほとんど支払われていないのが現状です。
賠償金が支払われず苦しむ遺族は森田さんだけではありません。大分県国東市の佐藤悦子さん、2003年次男高道さんが鹿児島県の奄美大島で飲酒運転をしていた当時19歳の少年の車にひき逃げされ死亡しました。少年には懲役3年の実刑判決が下されましたが、現実を受け入れることはできませんでした。加害者に対しては憎しみしかなかった。どうして逃げていったんだって、どうして息子を助けなかったんだって、この男の手によって息子がいなくなったっていう、その現実を自分の中で、消化していくのが難しかった。自分で犯したことに責任を持つべきだとして、佐藤さんも損害賠償を申し立て、およそ5000万円の支払い命令が認められました。しかし森田さんと同様に賠償金は支払われていません。損害賠償を命じる判決は10年で時効を迎えるため、佐藤さんは2015年に再び提訴し時効を延長させました。被害者は20年息子を待ち続けているのに帰ってこない現実と日々向き合わなければならない。あまりにも違いすぎる。私が再提訴しなければ加害者はもう責任を逃れてしまう。先月24日、森田さんは神戸にある犯罪被害者の支援団体を訪れていました。ここでどんな質問があってどんな答弁をしたかいうのも分からへんわけや。分かる、法的記録がないから、な、これも開示してもらわなあかんね。受刑者本人や親などさらに賠償を追求できる可能性がないかを探るため相談に来ていたのです。事件からあさってで8年、森田さんは何とか謝罪と賠償金を得られるよう前向きに取り組んでいきたいと話します。被告人であった中村大衆に、常識のある対応というか、やっぱり謝罪が第一やっていうことを私は願っておりますので、8年になるんですけども、まだまだ、これから戦いだと思うので、精一杯これからも子どものために頑張っていきたいと思います。